君は人の命令に従って後悔したことあるかな。2001年4月アメリカワシントン州エバレット、数日前から行方不明になっていた64歳の男性ジェリー・ハイマンの遺体が発見された。警察はハイマンが行方不明になった後、彼名義のクレジットカードが何者かによって使用されていたことを突き止める。捜査の結果、クレジットカードを使用した人物とその仲間を特定、ハイマン殺害に関与しているとみて容疑者グループを逮捕したんだ。ここまでならそう珍しくない強盗殺人事件と言えるだろう。しかし犯人たちの年齢があまりにも若すぎたことで事件は話題を集める。13歳の少女ヘレンもその一人だった。ヘレンは警察による取り調べの際、動機を聞かれて衝撃的な回答をしていたんだ。私が殺人した理由はね、お母さんからこう言われたからよ。人殺しをしてほしいの。そうしたらバイク買ってあげるわよ。アルゴ X プレゼンテッドバイアルゴメトリー。アルゴメトリーの姉妹チャンネルであるこのアルゴ X で支配人を務めるルナーテミスダイ。今回ご紹介するのは、平均年齢14歳の少年少女5人が起こした凶悪な殺人事件について。その命令を出していたのが実行犯となった少女の母親だったというから驚きだ。まずは少女ヘレンがどのようにして母親の悪巧みに巻き込まれていったのかを見ておくれ。甘い誘惑。2001年3月アメリカワシントン州エバレット、この町に住む13歳の少女ヘレン・オペルは体を動かすことが大好きなスポーツ少女だった。明るく活発な性格のヘレンは友人も多かった一方で、いくつかの問題も抱えていた。というのも、この少し前にヘレンは酒や違法薬物に手を出したことがあったんだ。しかし一度は踏み外した道をヘレンは自らの手で修正していた。バスケットボールに熱中し、アウトローな行為から足を洗っていたんだ。そしてこんな夢を持つ。私ね、バスケで有名になっていつかテレビや新聞に出てみたいの。彼女は女子バスケットボールのプロリーグ WNBA でスター選手になってみせると目を輝かせて語っていたんだ。またヘレンにはバスケとは別にもう一つ趣味があった。それは未舗装の道を走るオフロードバイクに乗ること。オフロードバイクは免許がなくても公道以外であれば誰でも乗れるのが特徴。つまり13歳のヘレンでも運転することができたんだ。スポーツによって改心した少女ヘレン、過ちを犯したとはいえ13歳の彼女には輝かしい未来が待っていたはずだ。しかしそれを邪魔する人物がいたんだ。それもごく身近に。ある日のこと、自宅でヘレンは真剣な表情で冊子を眺めていた。それはオフロードバイクのカタログ。そこに書かれている値段を見て深くため息をつく。はあ、こんなの私に買えるはずないわ。自分の貯金では到底買うことができないことを悟り、カタログをゴミ箱に捨てるヘレン。そんな娘の様子を見ていたのはヘレンの母バーバラ・オペルだった。その顔には意味深な笑みが浮かんでいる。そして娘にこう声をかけた。諦めることなんてないわヘレン、母さんのお願い聞いてくれるかしら。そしたら好きなバイクを買ってあげるわよ。突然出された母からの提案にヘレンの表情はパッと明るくなる。ママ本当？で何すればいいの？もちろん本当よ。それはね、あなたに人を殺してほしいの。急に母親からこんなことを言われて真に受ける人間はいないだろう。しかしバーバラは本気だった。払えないジョークだわ。もうバイクは諦めて寝るわね。おやすみなさい。そう言って自分の部屋に戻ろうとするヘレンの手を母バーバラが掴む。あら、私は本気よ。バイクを買ってあげるから言うことを聞くの。これは命令よ。この時ヘレンが見た母親の顔に笑顔は一切なかった。こうして母親の計画に組み込まれてしまった娘ヘレン。バーバラは一体何を考え、どんな計画を立てていたのだろうか。子供たちの殺人計画。それでママ、私は何をすればいいの？母バーバラはヘレンに具体的な殺人計画の内容を伝える。ターゲットとなるのは60代の男性ジェリー・ハイマン。ハイマンが自宅に帰ってきたところを襲って殺害、現金を奪うというものだった。さらにバーバラはこんな指示を与える。実行犯は5人は必要ね。そのうち3人は男がいいわ。ヘレン、あなたが集めるのよ。殺人を手伝ってくれる仲間などをどうやって集めたらいいのだろう。途方に暮れたヘレンはまず14歳の女友達メアリーに声をかける。ねえメアリー、あなたスケート靴が欲しいって言ってたわよね。ある仕事を手伝ってくれたら買ってあげるわよ。それはヘレンが
母バーバラから受けた誘い文句とほとんど同じだった。メアリーが事の重大さを分かっていたのかは定かではない。しかし驚くべきことにメアリーはこの提案を受け入れてしまう。一人確保したとはいえ、肝心の男手を手に入れることに難儀していたヘレン。そんな様子を見ていた母バーバラは娘にこうけしかける。あの男の子がいるじゃない、ほらあなたの片思いの彼。ヘレンはこの時ジェイクという3歳年上の男子に恋心を抱いていたんだ。そのことは母バーバラも知っており、この後人の親とは思えないような提案をする。あなたとジェイクのために部屋を用意してあげるわ。だからそこで彼とベッドを共にするのよ。そう、バーバラは娘の淡い恋心を利用したばかりか、体を使わせジェイクを殺人計画に取り込もうとしたんだ。なんとおぞましい計画なんだろうか。そしてこの計画は非常にも実行に移されてしまう。バーバラが用意した部屋にジェイクを招いたヘレン。彼らはそこで体の関係を持ってしまったんだ。ことが終わるとヘレンはジェイクにこう訴える。ねえジェイク、あなたにお願いしたいことがあるの。それは一人の人間を殺害するという恐るべきものだった。17歳の少年ジェイクは当然これを断ろうとする。しかしそこに現れたのはバーバラだった。手伝ってくれたら報酬としてあなたに車を買ってあげるわ。ヘレンを助手席に乗せてドライブデートに出かけるといいわ。車が欲しかったジェイク、さらにこの年頃の少年特有のワルへの憧れもあったのかもしれない。最終的に計画への参加を決めてしまったんだ。さらにヘレンはこんな話を切り出す。あなた以外にもう二人男子の力が必要なの。仲間になってくれる人を探してくれない？バーバラの目論見通り肉体関係を持ったことでジェイクはヘレンの言いなりになっていた。そしてジェイクは協力者を探すために行動を起こし、友人の15歳と13歳の少年をチームに加えることに成功したんだ。こうして全員10代による犯罪グループが結成される。彼らは単に物や金に釣られたというだけでなく、10代の若者が特に強く抱くある欲求を利用されたと考えられているんだ。それではここで本日のメトラーキーワード、刺激欲求について。刺激やスリルを求める性格的な傾向のことを心理学では刺激欲求という。特に10代の時期に強まり、彼らは刺激を求め、好奇心が旺盛となり、様々な経験を積もうと自ら行動を起こすんだ。しかしこれが悪い方向に作用すると、違法薬物に手を出すなど犯罪行為に手を染めることとなる。若いうちに危険なことや無謀なことに挑戦することも、大人になるために必要なステップだと提唱する学者もいる。しかし、犯罪行為には取り返しがつかないものもあり、周りの大人たちは10代の少年少女の行動を温かく見守るだけでなく、一定のルールに従わせることも時には必要なんだ。バーバラはこういった若者たちの欲求を利用し犯罪に走らせたと言える。しかし実の娘であるヘレンの場合は少々事情が異なる。というのもこの母と娘の関係は彼女が生まれた時から普通ではなかったんだ。殺人の動機。1987年9月22日、バーバラ・オペルはその日、生まれたばかりの娘を抱きかかえていた。彼女はその赤ん坊にヘレンと名付ける。ところが、バーバラは娘に対して愛情というものをほとんど持っておらず、ヘレンが3ヶ月の頃から怒鳴りつけるなどしていた。その後、弟と妹も生まれたが、ヘレンと同様に、バーバラが子供たちに愛情を注ぐことはなかったようだ。1990年に、バーバラは夫と離婚。その生活は、さらに荒んだものとなっていく。バーバラはその頃から自宅に10代の若者たちを招いてはビールを飲ませたり、違法薬物を与えるなどしていたんだ。そしてその集まりにあろうことか自分の子供たちを参加させていた。そう、ヘレンが道を踏み外したきっかけを与えたのは母バーバラに他ならない。バーバラはこのようにして子供たちを恐怖と快楽によって洗脳し、意のままに操っていたんだ。こんな自堕落な生活がうまくいくはずもない。一家は経済的にも困窮しており、家賃の滞納を繰り返していたことが分かっている。バーバラら家族は家賃が払えず、7年間でなんと22回も家を追い出されていた。そんな移住生活を送っていた彼らがたどり着いたのが今回の舞台、ワシントン州エヴァレットの町だったんだ。そこでとある男性と運命の出会いを果たす。エヴァレットでの生活を始めたバーバラはジェリー・ハイマンという男性に雇われることになる。末期がんを患うハイマンは自身とアルツハイマー病を患う母親を住み込みで世話してくれる人を探しており、そのお眼鏡にかなったのがバーバラだったんだ。
その日からバーバラと子供たち3人はハイマン宅の1階に住むようになる。何年も続いていた不安定な生活が終わりを迎えた瞬間だった。バーバラは仕事自体は真面目にこなしていたようだ。しかしその一方で強い口調でハイマンに当たることもあった。ある日の晩、ハイマンは飲みに出かけており酔っ払って帰宅。この時バーバラは烈火のごとく怒ったという。また酒なんか飲んで、もっと体のことに気をつけなさいよ。あんたが死んだら母親はどうすんのよ。ハイマンは自身と母親の世話をしてくれる人物を見つけ、バーバラたちは家と収入源を得て生活が安定した。しかしこのウィンウィンと思われた関係は長くは続かなかったんだ。ハイマンはバーバラをこう評していた。彼女は口は悪いが仕事熱心で本当は心優しい人だ。ハイマンは彼女をとても評価しており、バーバラから要求があると生活費の足しにと小切手を書いて渡していたほどだった。ありがとう、これで今月は乗り切れそうだわ。バーバラも生活が安定したことで初めのうちはハイマンに対して感謝の念を持っていた。しかし人間の欲望に終わりはない。バーバラはいつからかこんな思いを抱くようになる。老い先短いくせにしこたま金を貯め込んでるじゃない。代わりに私が使ってあげるわ。だからハイマンには死んでもらうわ。こうしてバーバラは恩人のハイマンに対して殺害計画を練っていく。そしてついに計画を実行に移す。人殺しになった子供たち。2001年4月13日夜、息を潜めてハイマンの帰宅を待ち構える5人の少年少女たちがいた。ヘレンたち女子2人の手にはナイフが、ヘレンの恋人ジェイクら男子3人の手にはバットが握られている。あとは打ち合わせた通りにやるだけよ。そう言って鼓舞するのは計画の首謀者バーバラだった。玄関ドアが開けられる音が聞こえると室内に緊張が走る。この時一人の少年が先陣を切る。17歳の少年ジェイクだった。玄関ドアを開けたハイマンの視界にジェイクの姿が入る。誰だ君は、なぜ私の家の中にいるんだ。ジェイクはその問いかけには答えず容赦なくバットを振り下ろした。何が目的だ、命だけは助けてくれ。懇願する男の声をかき消すように少年少女が雄たけびを上げながら襲いかかる。みんな行くよ、こいつを殺すんだ。興奮状態で武器を振りかざす5人の子供たち。その悪夢のような光景をバーバラはじっと眺めていた。そいつはもう死んでるわ、さっさと次の仕事に移りなさい。バーバラはハイマンの持っていた現金やクレジットカードを奪うと少年少女たちに指示を与える。次にやることは殺されたハイマンの死体処理と証拠隠滅だ。驚くべきことにバーバラはこの作業をヘレンの2人の兄弟にも協力させている。この時ヘレンの弟は11歳、妹はわずか7歳だった。ハイマンの遺体を車に乗せ車を走らせるバーバラ。車の中で少年少女たちはひどく興奮していた。俺たちはやったぞ、他のチキン野郎どもとは違うんだ。その中でも一番興奮していたのがバーバラの娘ヘレンだった。彼女はハイマンの体にナイフを突き立てた後にこう叫んでいたという。楽しかった、もう一度やりたい。もはやそこにバスケ選手を夢見ていたごく普通の少女の姿はなかった。完全に人の道を外れてしまった彼らの末路をご覧いただこう。自宅から10キロ以上離れた場所にハイマンの遺体を捨てた後、彼らはレストランに行き食事をしている。今日はみんなよく頑張ったわ、好きなもの食べていいわよ。この後一行はそれぞれの家には戻らずホテルに宿泊。支払いには先ほど手に入れたばかりのハイマンのクレジットカードが使われている。これが良くなかった。後日行方が分からなくなったハイマンのクレジットカードの履歴が調べられ、すぐに警察はバーバラの元にたどり着いたんだ。そしてバーバラの子供たちに事情聴取が行われた結果、11歳の長男が知っていることの全てを告白。こうしてバーバラと5人の実行犯全員が逮捕となったんだ。しかしこれで一件落着とはいかなかった。この後家からハイマンの母親が衰弱死しているのが発見されたんだ。事件の後寝たきりだったハイマンの母親は完全に放置され、水も食べ物も与えられていなかった。裁判の結果、全ての元凶でもあるバーバラには仮釈放の見込みのない終身刑、娘ヘレンと女友達のメアリーには懲役22年、彼氏となったジェイクには懲役50年、残り2人の少年にはそれぞれ懲役18年と8年間の少年院暮らしが言い渡された。しかし実際の刑期は短縮されたこともあり、すでに何人かは出所していると見られている。バーバラによって人生を台無しにされたとも言える5人のティーンエイジャー。
しかし殺人という最大のスリルを楽しんでいた素振りもあり、それを若気の至りとして処理することはできないだろう。バスケ選手としてテレビに出たいと語っていたヘレンは逮捕された後にこう話している。私は有名になりたいと思ってた。その願いは叶ったけど違う形だった。バッドエンドだね。事件から20年以上が経過した今、彼女はどこで何を思っているのだろうか。